皆さんこんにちは、ひとみです。今日は私が最近使っているお気に入りのコスメたちを皆様とシェアしていきたいと思います。そしたら早速スキンケアの方からいきましょう。まずはこちらのひふみどから出ているホワイトニングローション、こっちが化粧水で、こっちがホワイトニングエッセンスクリーム、美白と保湿のクリームです。これは5ヶ月、6ヶ月前ぐらいだったかなに一番初めにサンプルを使って肌がプルプルってなったのを感じてとても気に入ったので、このレギュラーサイズっていうのを購入してみました。でその時は他の商品スキンケアも使っていて、そっちの方がこれより効果を発揮していたのでお気に入りには入れてなかったので、こう5、6ヶ月使ってやっとのお気に入りの登場になります。っていうのも、この商品はアメリカ、先月6月と7月に私アメリカに行ってたんですが、それの時もちょっと試してみたいなと思ったのでこれを持ってたんですね。で向こうの地域は特に私が泊まらせてもらってたところは38度とかすごい暑くて40度超える日もあったんだけど、こう日本の今の時期みたいに湿気が強くないから結構こう乾燥してる地域なんですね。なのでもし今乾燥した地域に住んでる方とかでとかは、これはもしかしたらこう効果あんまり大きな効果を発しないのかなって、こう1ヶ月向こうで使って思ったんですけど、今の日本のこのやばい湿気の時期にとっても大きな効果を私的には、こう私の肌にはもう、こう影響してるっていうか、すごくこういいなっていう商品だったので、はい、今回はお気に入りにさせていただきました。私の使い方としては朝夜両方ともに使っています。まずこっちの方はこうひょんって本当にちょっと100円玉ちょっと分ぐらいつけたら、こう手になじませて、こう優しくこうやってハンドプレスしていくのを、これをかける5回6回、ちょっと多めかなっていう風にやっています。それで肌が馴染んだ後にこのこっちのクリームの方をこの薬指のに3本、ちょっとここに写真貼っとくんですが、3本出してそれをこうポンポンポンと置いて、優しくもうかなり触ってるか触ってないかくらい優しくお顔になじませていくようにしています。最近まで使っていたドモホルリンクルと比較すると、ドモホルリンクルの方がこのひふみどに比べて保湿力は高いかなっていう風な感じを受けました。で今の私のこの普通肌なんですけど、肌とドモホルリンクルを朝使ってメイクをすると、私もともとこう鼻とかおでこのテカリがこうあるんですね、日中。それがこう普通よりも早いかなっていう風に感じられて、あとメイクのりも私のこう好みのメイクのりじゃなかったので、こっちを使ってみたら、あら、なんと私の好きなメイクのりだと思って、これはもう最近この1ヶ月アメリカから帰ってきて1ヶ月はもうこれのみを使っています。次にこちらのオイルをご紹介します。ドクタータフィーから出ているジョビネッツァプロフォンダオイルのホワイトティーっていう香りを、私の今も仲良くさせていただいていて前の会社の上司の方から使ってみてっていうことでいただきました。ありがとうございます。これはね、実は5月にお気に入り動画を上げる予定で、その時にも入っていた商品なので、5、6、7、8、4ヶ月間ずっとお気に入りのオイルです。もう何がお気に入りかって、もう使用感がとてつもなくよくって、私これ一応髪の毛にも使ってみたんですが、髪の毛だとちょっと私にはベト感があるので私は体に使っています。中開けるとこういう感じのスポイト式になっていて、手にちょっとつけてみようか。こうね、使っていくと肌に馴染むのもすごい早いんだけど、体っていうか肌の奥に浸透してる感じがある、プラス使った後のこのプルプル感、もう赤ちゃんみたいな感じのプルプル感が感じられるオイルに出会ったのが初めてだったので、特に体の部位でもおすすめの場所があって、お尻のところにこれを使うと、こんなに自分のお尻ってプルプルだったんだって思うくらいこうびっくりするので、はい、これはねぜひ試してもらいたいです。確かこのサイズはもう売ってないっていう風に聞いたんですよね。なのでもうちょっと小さいサイズになるかなって思うんですが、私まだこの自由が丘の店舗に行ってないので、確か他の代わりも結構あるっていう風にサイトで見たので、私もチェックして
た新しいものにチャレンジしたいかなっていうふうに思っています。こんなにオイルってこう肌がプルプルになるんですかね。他のオイルもあんまり、あと他に2種類ぐらいしかオイル今まで使ったことなかったので、ここまでこう赤ちゃんみたいな肌になるのが初めてだったから、もしこのブランド以外にもこのオイルいいよっていうのがあればぜひ教えてください。次にこちらのチークが今月のお気に入りに入りました。これはもうこの2ヶ月ノンストップでほぼ毎日使ってるブラシ、あのチークで、タートとかタルトっていう風に日本では呼んでる方多いと思うんですが、のパーティーっていう、はい、こちらのカラーです。カラーはこんな感じです。このチークが気に入った理由は、すごい発色がいいわけでもなく、良すぎるわけでもなく、だからといって発色が悪いわけでもなく、本当に真ん中のちょうどいいこのフォーミュラで、ブラシで塗った時にたまに発色が良すぎるチークってこうムラになりやすかったりするんですが、それが全くなく、ムラにならずに綺麗に塗れて、そして今のこの日本の暑くてこうジメジメする時期でもかなり長い間、私がメイクをして落とす間って大体12時間から15時間ぐらい1日こうチークをつけてるんですが、その間もこうよれたりすることもなく1日中持っているので、今回のお気に入りに入れることにしました。今日塗っているこのチークもこちらのカラーになります。今下にブロンザーをしているので、もしかしたらちょっとオレンジっぽく見えなくもないんですが、はい、こんな感じの私のスキントーンでも合うし、他のいろんなスキントーンの方に合う、こうなんていうの、いろんな方に合う色のチークかなっていうふうに思ったので、はい、この種類は他にもカラーたくさんあったので、ちょっと試してみたいなっていうふうに思いました。今年は今まで使ったことのない新しい日焼け止めがお気に入りに入りました。それがこちらのコーセーから出ているインフィニティパーフェクトプロテクション UV ホワイトの日焼け止め用乳液です。これは私の同じ YouTuber でもある、あと動画でもあるあゆみちゃんからいただきました。あゆみちゃんありがとう。これはですね、何が気に入ったかっていうと、ちょっとこの説明を読みますね。こちらは SPF50+ の PA が4+になっていて、美白ケア、エイジングケア、肌荒れ防止の3つの働きがあるんだって。で、紫外線 A 波 B 波プラス肌の奥のロング UVA っていうものも徹底的にこうガードをしてくれるものになっていて、まずそれが箱に書いてあった時点で、何これ超気になるって思って使い出したのがきっかけです。去年毎日使っていて大好きだったラロッシュポゼの日焼け止めを、本当にこれを使うちょっと前までずっと使っていたので、今回はそれとこちらを比較していこうかなっていうふうに思います。あのラロッシュポゼのものが大好きだった理由は、香りがないのと、あと顔に塗った時にこうもうスッとこう馴染んでくれて、日焼け止めを塗りました感がないっていうのと、あともう一つは夜写真を撮って、こうフラッシュを焚いて写真を撮った時にたまにこう顔だけパーンってこう白気してしまう商品があると思うんですが、それが全くないっていうところで大好きで使っていました。あとは結構あれは保湿力が高い日焼け止めだったかなっていうふうに思います。でこちらをそれと比べると、香りは正直あります。結構ね、強めの香りだから、もしかしたら好き嫌いはあるかもっていう感じはあるんですが、私はすぐに慣れてしまいました。で、あと塗り心地はラロッシュポゼと一緒で、もうね、さらってほらすぐにこう肌に馴染んでくれます。あとラロッシュポゼと大きく違うの、大きくっていうか違ったのが、保湿力っていう面ではラロッシュポゼは保湿力がとっても高いので、今の夏の時期に使うと、結構もともとテカリが気になる方は結構鼻とかおでことかはテカっちゃうかなっていう印象があったんですが、これはその分テカリがね抑えられるっていうか、ラロッシュポゼより保湿力が少し低めになっているので、逆にそれが私にはちょうどよくってこちらに切り替えました。こちらは1ヶ月使っていて、一つだけちょっと注意した方がいいかなっていうポイントがあったので、皆様とそれもシェアしたいと思います。で私今これとこのひふみどのこのスキンケアを一緒に使ってるんだけど、この2つともこう量を間違えると、多く使いすぎちゃうと、なんかこう牛乳を電子レンジで温めて、温めすぎると上にこう膜ができるじゃないですか。そんな感じで塗り込みすぎるかつけすぎると、そういうこう上に肌に浸透しなかった部分が
膜みたいになるのことがあるんですよ。でこれは両方使った一緒にこう使った時も感じたし、スキンケアはこれじゃなくてドモホルンリンクルにしてこれを使った時も感じたので、塗る量かな、塗る量は気をつけた方がいいかなっていう風に思いました。私はラローシュポゼの時はこう重ね付け2回ぐらい重ね付けをしていたんだけど、これの場合はもう人差し指に、まあ、結構多めなんだけどね、このくらいは塗ってます。このくらいをこう顔に、あとこの下まで塗っていて、今までラローシュポゼの時はもうちょっと取ってこの目の周りにもこう二度塗りするようにしてたんですが、これはちょっとねトリッキーなことがあるので、今は気をつけて二度塗り、この特に目の周り私はシミが気になるので、二度塗りする時はもうすごい優しくはっていう風にやっているので、その部分だけかな、一つちょっと気になったのが。だけど日中のテカリとかもラロッシュポゼよりは抑えられたので、私はこれはこれからなくなるまでっていうか、もう1ヶ月で結構使っちゃったんだけど、はい、使っていきたいと思っています。ちなみに今これさっき手に取った量どんな感じになるか、今こんな感じね、伸ばしていくとほら白く浮かずに肌にスッてこう馴染む感じが早いんだよね。で、あ、そうだ、これはさっき言ったようにラロッシュポゼよりはこうテカリが抑えられるっていう風に言ったんですが、どっちかといえばこう保湿してくれるタイプの日焼け止めだと思うので、完全にこう肌をマットにしてくれるっていうものではないです。次にこちらのエスティローダーから出ているリップを今月のお気に入りに入れました。それがピュアカラーエンビハイラスターの23番ネイキッドトゥルースという新色のカラーになっています。中はこんな感じの色です。こちらのリップの詳細はインスタグラムにあげたので、よければそちらをご覧ください。このリップが今回お気に入りに入った理由は、この質感がいつも持っているリップと結構違くって、パール力が強かったので、はい、そういう意味でもお気に入りに入れることにしました。結構こう鏡で見ると立体感がよく出るリップで、これはホームページにも書いてある通り、ツヤでこう立体感を出してくれるリップがこのピュアカラーエンビハイラスターっていう種類のものがそういうものになっているみたいです。ちょっとこうメタリックっぽくも見えるようなパール感のあるリップなので、もしそういうのが苦手っていう方はこのエンビハイラスターっていう種類のものはもしかしたら苦手かなっていう感じではあるんだけど、この、質感自体は私は気に入りました。あとはこう今何時間だろう、これで3時間ぐらいずっとつけていて、確かにこの分かるかな、こう縦線のところには入っているんだけど、なんか全然こう乾燥してるとか感じなくって、たまにリップによってはもう2時間とか経つだけでこの縁のところっていうのかなにこうリップが溜まっちゃうものもあって、結構リップは好き嫌い私実は激しかったりするんですね。だけどこのリップはそういうこともなく、時間が経ってもこうリップが溜まったりこう変になったりもせず、あと潤い感もとりあえず今3日間使ってはあるので、これからも引き続き使っていきたいと思っていて、特にこのリップのカラーは私のリップ唇ではコーラルっぽく発色するかなと思いました。私よりもしかしたら肌の色が濃い方、日焼けしてる方はこの発色的に結構こう白っぽい感じのツヤが出るから、白っぽくなりすぎちゃうかなっていう感じがするんだけど、私結構日焼けしてる方なので、はい、いろんな方に合うかなっていうふうに思います。でこれはインスタにも言ったんだけど、こうやって名前が入れられるようになっていて、今はひまわり、店頭だとひまわりで、あと公式サイトで買うとなんだっけ、小鳥とあとハイヒールのマークが入れられるそうなので、はい、ちょっと高いけどね、4000円ぐらいするのかな、けどプレゼントとかに戻ってもいいなっていうふうに思ったので、はい、ぜひチェックしてみてください。最後に最近使ったフェイスマスクで久しぶりにこれはいいぞっていうものに出会ったので、こちらもシェアさせてください。それがアットコスメ日本から出ている海藻と花と果実の美容液マスクっていうもので、今全部使ってしまって実は手元にないので、ちょっとこのね画像でご紹介します。
これはもともとみんなのメイクの勉強会で先月じゃんけんで買っていただいたものになっていて、あんまり初めそんな期待してなかったんですよ。だけどこれ中に3枚入っているんですが、3回使ってなんかね、肌につけて10分したら取ってこうやって顔になじませていくんだけど、肌の表面はこうベトベトしてないのに、肌の中にしっかりこの成分が入った感じがあって、夜使って朝起きると肌がプルンっていうのを3枚使って3回とも感じることができたので、これはすごいなっていうふうに思いました。で、特に最後の方はもう生理前に使ったので結構肌の状態は良くなかったんだけど、それでも良かったので、これはぜひ手元に近くにお店がある方はチェックしてもらいたいなって思います。以上が私が最近使っていてとってもおすすめなコスメたちのご紹介でした。皆様も最近使ったコスメでこれすごいいいよっていうのがあれば、ぜひ下のコメント欄でシェアしていただければ嬉しいです。ということで、また次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。